岩原スキー場行きにの歩いてきましたけど、民家がないですね、この辺は。何なんでしょう。せっかく届けに来たのに金を払わされて途中下車しましたよ。金を払わされててなんか悪いみたいですけど、なんでそうあれなんでしょうかね。できないならできない、できるならできるって言ってほしいと思いますね。金持ってなかったらどうするつもりだったんでしょうか。どうしてくれる予定だったんでしょうか。つうかできないならできないシステムに最初からしてみてください。最初からやりませんから。論文こんなわざわざ持ってきませんから。めんどくさい思いして、ただだからやってるのにって言ったら JR の人は怒るから。本当もうこれで新潟方面の論文運びはやめますからね。